はい、皆様こんばんは。本日は、3月31日木曜日ワンヌームイの時間がやってきました。この番組はすべての子供に笑顔を届けたい、子供に笑顔を送りたい、ありがとう、日本の未来を創造する SNS フリージャパン、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利法人手だこ、お菓子の部門クッキング手だこ、タクシーのパーツと自動ドアのことならすべてお任せの沖縄タクシーマートを応援しております。また YouTube チャンネルチャンネルボギー様のご支援でお送りしております。で、本日この番組のメインパーソナリティを普段務めております、ボギーってどこさん、ちょっと所要のため今週はお休みということで、私タカがメインパーソナリティ代理ということでお送りいたします。そして、今日アシスタントとしているのが、アシスタントとは言ってるんですけども、アシスタントになってるかどうかちょっと疑わしいHK ごそれいマンゴー仮面さんです。こんばんは。どうも、このニックネームはちょっと却下してほしいなと思う却下マンでございます。却下と言いながら最近あんまり却下と言ってない、このマンゴー仮面さんですが、今日はこの二人でお送りいたします。最後までご視聴よろしくお願いします。はい、改めましてこんばんは。本日メインパーソナリティ代理を務めますタカでございます。先ほど日付申し上げましたけども、この放送をお送りしておりますのが、3月31日、令和3年度の最終日ということで、もう3月も末日ということで、もう早くも1年の4分の1があと2時間弱で終わろうとしております。本当にこの3ヶ月間結構いろいろなことがあったなというふうに思うんですけども、3ヶ月間で私ちょっと印象的だったのが、社会情勢の以外面で印象的だったのが、今年の1月から3月までは、かなり雨が多かったなというふうに思います。で、沖縄気象台のホームページで調べてみましたところ、1、2、3月の3ヶ月間の降雨量なんですけども、ここ年間、最近5年間で、最も多かったっていう、やっぱり数字にも表れているのかなというふうに思いますし、今年初めは例年を下回っていた沖縄県内のダムの貯水率も今の時点では 80% を超えて、平年よりも高くなっているという、そういったことになっております。ダムの貯水率が平年よりたくさんになっている、高くなっているからといってですね、水の無駄遣いだけはしないように、心がけていただきたいなというふうに思います。天気のことですから何があるか分かりませんので、1月から3月までは雨が多かったっていうふうに言いましても、4月以降、降水量が例年通りになるかどうかですとか、それよりも多いか少ないかについてはちょっと分かりませんので、油断なく、節水を心がけていきたいなというふうに思っております。この沖縄、3ヶ月間で、結構いろいろなことがあったんですけども、内地に目を向けてみましても、結構いろいろなことがありましたなというふうに思います。特に最近はですね、札幌の方で、内地の話にはなってしまうんですけども、札幌の方で、これはどうかなっていう判決が、
札幌地方裁判所で下されました。まあ、すでに報道等でご存知かと思うんですけども、3年前の2019年、令和元年の参議院選挙の時、当時の安倍首相が応援演説に入りまして、その応援演説の最中に、ヤジを飛ばして北海道警に排除された、男女2人が裁判を起こしました。この排除はですね、不当だっていう裁判を起こしたんですけども、その判決が出まして、警察官の排除は違法との判決、こういったのが出たんですよね。ちょっとありえないかなと思うんですけどね。沖縄を見ましても、選挙に絡む、裁判というのはそんなに多くはないんですけども、選挙以外のところで言いますと、特にあちら系の活動家をめぐる裁判でですね、不当判決が出たというのは、以前この番組でお伝えしたかなというふうに思うんですけども、先日札幌の方ではですね、このようにちょっとおかしな判決が出ました。でこの判決なんですけども、北海道新聞はこの判決をですね、称賛する写真をですね、掲載しているという、そういったこともありました。ではちょっとどういったことが起きていたかと言いますと、ちょっと新聞記事から紹介したいなというふうに思います。まず紹介するのは、読売新聞の3月25日の、オンライン版で配信された記事になります。記事の見出しが、安倍元首相にやじ、警官の排除は違法、札幌地裁北海道に賠償命じるという、そういった記事です。では記事の中身を読みます。2019年の参議院期間中、参議院選挙期間中、街頭演説する安倍首相、かっこ当時にやじを飛ばして北海道警の警察官に排除されたのを不当だとして、札幌市の男女2人が北海道を相手取り、慰謝料など約660万円を求めた主張の判決が25日札幌地裁だった。広瀬隆裁判長は、道警の警備は違法だったとして、道に88万円の支払いを命じた。広瀬裁判長は、道警の警備について、原告の表現の自由は警察官によって侵害されたと言うべきだと指摘した。訴状によると、2人は2019年7月、JR 札幌駅前で、安倍元首相の演説中、安倍やめろ、増税反対などと叫んだところ、警察官に取り囲まれ、数十メートル移動させられた。原告側は、憲法で保障された表現の自由の侵害されたという主張。道警は、聴衆の中で大声を上げていて、小競り合いが発生するような危険な状況だったと、違法性はないとしていたという、そういった記事が出ておりました。この件につきましては、今紹介したのは読売新聞だったんですけども、全国紙でも紹介されたということもありますので、日本全国の人が知るところではないかなというふうに思います。では、この北海道新聞もですね、地元の北海道新聞も、この件について、もちろん報じていたわけなんですけども、実は、この読売新聞が出た翌日の、26日付の社説では、やじ排除で統計配送、表現の自由侵害に猛省をという、そういった見出しの社説を載せていたんですね。で、その社説、一部、割愛しながら紹介しますと、街頭演説中の、当時の安倍晋三首相にヤジを飛ばして、道警の警察官に排除された市民2人が、憲法の保障する表現の自由を起こされたとして、北海道に、損害賠償を求めた訴訟の判決が札幌地裁で言い渡された。危険が差し迫っており、警察官職務執行法上、適切な職務の執行だとする北海道警側の主張を退け、排除行為は同法に照らしても違法だと断じた。その上で、原告らが挙げた安倍やめろのといった声は公共的に政治的な表現行為であり、その排除は表現の自由の侵害だと結論付け、北海道に賠償を命じた。表現の自由の中で、とりわけ政治的な意思を自由に表明することの重要さを正面からしており、高く評価できる。その自由を侵されたら、民主主義の基盤は揺らぐ。道警は判決を謙虚に受け止めて猛省し、一連の行為を検証して、道民の信頼回復に努めるべきだ。訴状などによると、2019年の7月の参議院議員選挙で、原告の男性と女性2人は、札幌駅前などで、自民党総裁として応援演説をしていた安倍氏に対し、
それぞれ安倍やめろ、増税反対などと叫んだ。二人は、警察官らに取り囲まれ、強制的に移動させられた。行き過ぎた公権力の行使で、政治的な表現の自由が奪われたと原告側が訴えたのに対して、同系側は聴衆とのトラブルが起きる危険性が切迫していたとして、適法な、職務執行だったと反論していた。同系が排除の法的根拠とした警察官職務執行法は、人に危険が迫っていたり、人が犯罪を行おうとしていると認められた時にのみ、避難させることや制止ができると定めており、だが判決は、証拠動画で警察官らが動き出したのは、原告は声を上げた直後だったことから、危険な事態にあったとは言えないとして、排除は法律の要件を満たしておらず、違法だとした。女性は警察官に長時間不当に付きまとわされたとも訴えていた。それについて判決は、移動行動の自由、名誉権、プライバシー権を侵害したと明確に、指摘した。証拠から読み止める事実を適切に認定した結果と言える。着目すべきは、同系の行為が表現の自由の侵害にあたる理由を丁寧に論じている点だ。公共的、政治的表現の自由は、特に、重要な権利として尊重されなければならないと指摘した。原告らのやじは、いささか上品さに欠けるものの、公共的、政治的表現行為であることは論を待たないと性格付け、規制されるべきヘイトスピーチや、選挙妨害とは別のものとした。選挙演説の場で、市民の異論を表明した保障の、市民の異論の表明を保障した意義は大きい。加えて判決は、やじが安倍総裁の街頭演説の場にそぐわないと判断して制限しようとしたと推認した。そうであれば、警察が政党に肩入れしたという疑念もある。国民の声を国政に届けるのが選挙の役割だ。投票に限らず、政治家と有権者の対話の場である街頭演説もその方法の一つであるはずだ。同系の排除行為は、政治と国民のコミュニケーションの阻害だった。繰り返してはならないという。ちょっと途中まで、になってしまったんですけども、このように、社説載せてきたんですけども、いや、これ、突っ込みどころ満載の社説だなというふうに思いますね。いや、もう、呆れますね。選挙演説中のヤジなんですけども、これが表現の自由というふうに認められたという、そういった判決ではあったんですけども、何もこれ、いちいち、自分との思想が合わない政治家に対して、演説中にヤジを飛ばさなくても、その政治家に自分の声を届ける手法っていっぱいあると思うんですよね。そうなんですよね。なんかいくらでも方法があるのに、なんでそんなリスクがある方法を選んだのかっていうのがちょっと理解しがたいですし、こうやって書いてますけれども、北海道新聞さん、じゃあ、別の人が野党、立憲とか共産党さんとか、そういう政党の関係者が演説してるときに、ヤジを浴びせてもそれをこのようにかばうんですかってちょっと気になりましたね。おそらくそれはこれまで報道しての見てる限り、ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。メディアの多くはですね、どちらかというとあちら系に加担している。沖縄日誌なんか特にそうですよね。ですね。2つの新聞、はい。で政治的意見を発表する場なんですけども、何もこういったふうにですね、ヤジを飛ばさなくても、例えば今回は当時の安倍首相だったんですけども、首相に対してであれば、首相官邸のホームページから意見のメールを送ったりですとか、あと安倍首相はSNS、Facebook もやっておりますので、そこに書き込めるわけなんですね。で、Facebook とかは、SNS はアカウント持ってないと書き込めないんですけども、首相官邸のホームページで、メールフォームであればアカウント持ってなくても書き込めるわけなんですよ。はい。そこから自分の意見を伝えるっていうことができると思いますし、はいはいはい。野獣飛ばすよりも確実に首相に自分の声が届く、そういったものじゃないかなというふうに思うんですよね。この聴衆がいる前でやったってことは、その自分の意見を多くの人に聞いてもらいたいって考えもあったわけで、それだったら何もわざわざ、はい、その人が喋ってるのを
もう妨害するようなやり方ってのはちょっとどうかなと思うんですけどね。もっと表現するんだったらもう本当やり方がもっと別のやり方あると思うんですけど、共感を得るかやり方とか、Facebook とか他の SNS で投稿したら共感する人がいいねとか、スムーズにつけられると思うんですけどね。はい。そうですね。あと YouTube で動画を作って、それを流すという、はい、まあ、以前YouTube の規定に違反して、13歳にも満たないでYouTuber になっていた子供がいましたけども、このヤジを飛ばした男女2人、おそらく20歳を超えてると思いますので、YouTube で自分の意見を発信しても、何ら規定に触れないと思うんですよね。はい。もし顔出しがちょっとあれであれば、別に顔出さない形で画像だけ、何かしら適当に画像だけはですね、動かすようにして動画を発布することもできますから。はい。であとヤジによって、これ大きな声でヤジを飛ばしていたっていうことなんですけども、この安倍首相の、当時の安倍首相のですね、演説を真剣に聞きたいという、そういった人のですね、権利を侵害することにもなるんですよね。はい。そのヤジのせいで安倍首相の演説の一部が聞き取れなかったということになりますと、これって知る権利、その安倍首相のですね、演説を聞いて、いろんなことを知りたいという方の知る権利を奪うことになりますから。はい。もうなんか人権とか表現の自由とかって、権利って言ってる人ほどなんか人の権利ってのをあまり軽く考えてるのかなって思えて、ちょっと残念ですね。あと、私6年前この番組のメインパーソナリティを務めておりますボギーテドコンさんが、参議院選挙に出た時、選挙演説の場で、ちょっとお手伝いしたことあったんですよね。はい。那覇市内のあるところで演説をしてるところ、なんかある一人の男性が、年配の男性がですね、なんか酔っ払った感じではあったんですけども、右翼とかって叫んでいたりですとか、あと、そんなことできるわけねえだろうと、そういったのヤジをですね、時々飛ばしていたっていうこともありまして、私、その光景を見てですね、ちょっと警察呼ぼうかなという、そういった風にも感じたんですよね。こういうのって遠慮しないで呼んで構わないと思いますけどね。はい。あの時のこと考えれば、警察呼べばよかったのかなというふうにも今となっては思うんですけども、やはりこういった場でヤジを飛ばすというのは、私非常に不適切だなというふうに思いますし、これって選挙妨害にも当たる可能性あると思うんですよね。はい。今回の札幌地裁で下された裁判は、選挙妨害に当たるかどうかっていう、そういった視点で争われた裁判ではないんですけども、もしこれ、この調子、安倍首相のですね、応援演説を聞きに行っている方が、選挙妨害だではないかっていう裁判で訴えたときに、これ公職選挙法違反ということで、違法という判決下る可能性、私、あると思うんですよね。はい。で、また、今回の裁判は第一審ですので、もしこの北海道警が、控訴した場合、その控訴審で、逆転の判決が出るという可能性もあるなというふうに思います。はい。で、公職選挙法にも、第225条の2項で、演説を妨害するようなことをしたら、4年以下の懲役、もしくは、100万円以下の罰金という、そういった規定も、されているわけなんですよ。はいはい。これ選挙妨害というふうにですね、認められれば、このヤジを飛ばした、2人は公職選挙法違反で、罪になるという、はい、そういったことにもなるんですよね。はい。で、今回安倍首相に対するヤジということでですね、ヤジを飛ばしたのはおそらくあちら系の方だと思うんですけども、何かのあちら系の方がやることには、先ほど北海道新聞だけじゃないんですけども、なんかのメディアの大半って、その方々を持ち上げるような報道しますよね。ですね、本当に。なんていうか、人権とか権利って、メディアがそうやって言うと、なんか、もう前つばものだなと思えてきてならない、そんな感じになりましたね。はい。私の知るところで申し上げますと、内地で私が応援しております地方議員がいらっしゃるんですけども、その地方議員の方が、3年前の統一地方選挙で立候補した時に選挙妨害やってるんですよね。
まあ、どういった選挙妨害を やられたかと言いますと、なんかの落選運動で、まあ、この人に入れてはいけませんというようなプラカードを掲げたものが聴衆の中にいたという、まあ、そういったことがありました。で、その議員はですね、その後、まあ、どうしたかと言いますと、まあ、ちょっとこれ、落選運動をする方と、まあ、それから落選運動している方が、何か聴衆にちょっかいをかけて、まあ、聴衆の方に身の危険が生じる恐れがあるということで、まあ、その後の日程、演説の日程と場所の告知をですね、控えたという、まあ、そういったことがあったんですよね。うん。でもこれ、私が調べる限りでは、メディアで報道されたっていう形跡は全くございませんし、まあ、何か保守系の方々が不利なことになりますと、まあ、それを報じない。まあ、逆に、まあ、あちら系のですね、方々が、まあ、不利なことが起きると、まあ、今回のように、まあ、ヤジを飛ばしたことで、まあ、警察官に排除されたっていうことになりますと、もう大々的に報じますよね。うん。で、しかも、まあ、3年前、この事件が起きた時には、まあ、同系の排除の事件が起きた時には、大きく報じられまして、で、その時もそうなんですけど、まあ、今回も北海道新聞の社説でですね、まあ、このヤジを飛ばしたことが、まあ、表現の自由に当たるという、表現の自由の、国民の表現の自由を保障する行為だという、まあ、そういったふうに報じてしまう新聞。私、これ、本当にどうかなというふうに思うんですよね。そうなんですか。北海道新聞ですか。うん、結構前に、困った地元紙、北海道新聞ってことで、北海道新聞さんの姿勢に関していろいろ意見してるサイトがあったんですけれども、やはり、あの頃から、姿勢は変わってないなというふうに思いましたね。まあ、これまでずっと北海道のことを話していて、沖縄のことと関係ないんじゃないかというふうに思われた方いらっしゃるかもしれないんですけども、これって沖縄も決して一言ではないと思うんですよね。全くそうですね。先ほど申し上げました6年前の、まあ、ボギー・テトコンさんの選挙の時もそうだったんですけども、まあ、同じようにまあ、今回札幌地裁の方で、まあ、この演説中のヤジに対してお墨付き与えるような判決が出たということもありまして、沖縄って今年選挙イヤーじゃないですか。はい。選挙イヤーということで、もう各地でいろんな選挙が行われる予定となっているんですけども、まあ、その選挙の中で、まあ、こういったふうにヤジを飛ばすっていう行動がですね、まあ、盛んにならないかなというふうに私、懸念しておりますし、はい。うん。まあ、こういったことになってしまいますと、まあ、選挙を立候補する側もですね、まあ、かなりやりにくくなってしまうのではないかなという、うん、まあ、そういった懸念もあるんですよね。こういうのはもうやられた方法はさ、どんな人がやったかっていうのを取ってから、それをなんかネットにこういう人がいるんで皆さん気をつけてくださいって告知するっていうのもやり方の一つかなっていうふうに思いましたね。まあ北海道警をですね、3年前の安倍首相に対するヤジに対しまして、私は非常に適切な行動したなというふうに思いますけれども、まあ、今回のこの北海道警の行動が、違法だというふうに判決が出て、まあ、控訴するかどうかにつきましてはですね、まあ、収録している時点ではまだ情報が入ってきてないんですけれども、まあ、ちょっと控訴するにしても、その控訴審の判決が出るまでには時間がかかると思いますし、やっぱりそれまでの間には、それまでの間は、まあ、この北海道警のやり方は、まあ、違法だという、まあ、そういったのを、まあ、あちら系のお墨付きを与えられたということもありますので、まあ、今後の選挙は心配だなという、まあ、そういった懸念もございます。まあ、こういったふうにですね、まあ、本当に、まあ、メディアにしましても、今回の裁判所、札幌地裁にしてもそうなんですけども、今後のことを考えて、まあ、裁判所であれば判決を下す。で、メディアであれば、まあ、社説を書くという、まあ、そういったことをやっていただきたいなというふうに思います。この裁判でそういう結果出たんですけど、こういうふうに、まあ、与党に対してこんなヤジが許されるってなったら、野党に対しても、少数、もう小さい無名の政党に対しても、同じようにヤジをやることが正当化されるってことだと思うんですけれどね。与党に対してのヤジは良くて、野党に対してのヤジは良くないって、そんな筋の通らない話はないと思いますし、はい。あとネットとか見てみますと、今回の札幌地裁の判決を受けて、じゃあ
まあ、保守系の方たちも、あちら系の政治家の演説をしているときには、まあ、やじを飛ばしていいという、まあ、そういったの明るいニュースだという、まあ、そんなことをですね、SNS に書いていた人いるんですけども、はあ、やっぱりこういったふうにですね、悪影響がいろんなところで出てきてしまってるなというふうに思います。こういう裁判やる裁判官の方っていうのは、その辺、しっかり考えてから、判決下してほしいですね。はい。まあ、それと、まあ、こういさっき言ったようなですね、書き込み、SNS に書き込みした人なんですけども、アジア系のですね、同じことをやるような、アジア系が野蛮なことをやっているのに、じゃあ、それについて、いいよっていう判決が出たからといって、じゃあ、こっちも野蛮なことをやろうという、まあ、そういった書き込みというのも、私、ちょっと控えてもらいたいなというふうに思いますね。はい。はい。で、まあ、北海道、今回の北海道の話につきましては、以上になるんですけども、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、沖縄では今年選挙イヤーということもありまして、いろんなところで選挙が行われております。で、1月は、名護市と南城市の方で市長選挙。で、先月は石垣市の方で市長選挙が行われまして、で、来月、4月の24日にはですね、沖縄市の方で市長選挙が行われます。ほうほう。まあ、4月の17日告示で、まあ、24日投開票ということになるんですけども、現在この沖縄市長選挙には、2人の方が立候補を予定しております。まず1人目はですね、現職の、まあ、桑江幸夫市長、で、もう1人が、市議会議員を務めております、まあ、森山さんという、まあちら系の方がいまして、で、今日もちょっとここと来るときにですね、あるのぼり旗を見かけました。その森山さんという方と、まあ、それから玉城デニー知事が一緒に写った、のぼり旗がありまして、まあ、そののぼり旗は、まあ、演説会の告知するのぼり旗、演説会、というふうに書かれていたんですけども、演説会というふうに書かれていれば、演説会告知ののぼり旗じゃないかなというふうに思うんですけども、その演説会のですね、行われます、まあ、日時と場所が示されていなかったんですよね。演説会と書きながら、開催日時と場所を書かないっていう、まあ、これは、もしかしたら、選挙用の登り旗じゃないかなっていう。そういうパターンって、よく、以前も別の選挙でもあったりしまして、演説会の場所、日時が、その選挙終わった1ヶ月とか2ヶ月後っていうパターンとか、よく見ましたね。そうですね。はい。でも、その日時にちゃんとその演説会が行われたかっていうのは、ちょっとあまり聞かなかったですし。はい。まあ、まあ、選挙は来月に控えているんですけども、まあ、それに先立ちまして、まあ、先日、3月12日のことなんですけども、沖縄市の方で、まあ、桑江幸夫市長のですね、まあ、事務所開きが行われました。はい。まあ、その事務所開きにはですね、まあ、桑江市長本人はもちろんのこと、まあ、沖縄3区選出の、まあ、島尻愛子衆議院議員ですとか、あと、沖縄市の隣のうるま市の中村市長、で、あと、沖縄市の選挙区選出の花城県議会議員、そしてですね、この FM21 のスタジオがあります、浦添市の松本市長も、応援に駆けつけていたんですよね。まあ、そういったそうそうたるメンバーが応援に駆けつけて、まあ、私、この、まあ、事務所開き行ってきたんですけども、まあ、会場にはですね、もう本当にたくさんの方が来ていらっしゃいまして、まあ、私、開演の、まあ、直前の時間帯に到着したんですけども、もうその時にはすでに中は満席状態、事務所の中は満席状態で、で、外にも本当に何十名の方がですね、桑江幸夫市長の事務所開きの様子を見に来ていたという、まあ、そういった風になっておりまして、会場終始熱気に満ちた事務所開きになっておりました。ほうほう。では今回はですね、まあ、地上波で流すのはおそらく初めてだと思うんですけども、桑江幸夫市長、この事務所開きでですね、まあ、桑江幸夫市長が、決意表明演説を行いました。その決意表明演説のですね、音声をお送りしますので、ぜひお聞きください。それでは早速でございますが、本人からの決意表明を行いたいと思います。はい。沖縄市長選挙の予定項目の予定項目を皆さんご参加しておめでとうございます。桑江幸夫です。ご来場いただきました皆さん、まあ、ありがとうございます。コロナの中で事務所開き大事になりましたけれども、
を拠点に改革していきたいという私どもの決意を皆様にお話をしたいという思いで、これまでも万全の体制をしながら改革していきたいということです。ご参集いただきまして誠にありがとうございます。そして
3期目に挑む私の決意を理解してもらう。改めて力強い沖縄市を作り、確実に躍動し、市民が明るくなる沖縄市を作る。心豊かで安心して暮らせる沖縄市を作る。そのために私は一生懸命やりますし、必死になってやっています。たくさんあります。皆様の沖縄市民と理解をいただくためには、沖縄市民の皆さんの力をいただくためには何でもやります。そして一緒になって頑張って手を取り合って進んでいきたいと思っておりますので、はい、お聞きいただいたのが、桑井社長事務所開きで行われました、桑井市長の、決意表明演説でございました。まあ、演説の中でですね、まあ、特に沖縄アリーナ の, です、ね、建設による実績ですとか、あとそれだけではなく中学生までの医療費無料化ですとか、そういったの箱物だけではなくソフト面も、まあ、充実させた、あと図書館の移転で、図書館が使いやすくなったという、まあ、そういった数多くの実績がございます。まあ、それと演説の中でですね、桑井市長触れていたんですが、今回対抗馬として、出馬いたします、森山さん、すみません音声が乱れました、森山さんなんですけども、まあ、実は桑井市長が桑井市長につきましてはですね、まあ市議として一人として支えていったという、まあ、沖縄アリーナもそうなんですけども、まあ、結構の市長のやることについてですね、賛成していた、まあ、そういった方がですね、対抗馬として市長選に出るのは、まあ、これ、まあ、先月行われました、石垣市長選挙とちょっと似てるのかなという、まあ、石垣市長選挙の場合は、まあ、ちょっと現職の対抗馬として出た方が、保守系だったのにあちら系に寝返ってしまったという、はいはい、ことがありましたけども、まあ、森山さんはもともと沖縄系で、まあ、願えることなく、立候補したという、まあ、そういったところが違うのかなというふうに思いました。うん、まあ、こういったですね、まあ、ちょっと笑いエピソードも紹介があったのはですね、まあ、私非常に微笑ましかったなというふうに思いますし、結構小林市長、まあ、気まじめそうな方に見えるかもしれないんですけども、結構、まあ、茶目っ気があるといいますか、こういったふうにですね、まあ、ウィットを聞かせながら、お話ができる人だなというふうに思いました。で、先ほど申し上げましたように、まあ、この、事務所開き、まあ、いろんな方が応援演説に駆けつけておりまして、まあ、全員の方の応援演説をですね、ちょっとまあ、私ずっとスマホで、撮影していたんですけども、まあ、ちょっとスマホの容量の関係上、全員の方の応援演説をちょっと収めることはできなかったんですが、もう一人、島尻愛子衆議院議員、まあ、この方の応援演説の音声もありますので、まあ、こちらもお聞きください。こんにちは、島尻愛子です。ここが、次の桑井市長の勝利のための、事務所になっていること大変に感慨深くですね、今、お気に入りさせていただいています。皆さん、必ず勝ちましょうね。何の話でも勝たなければなりません。今、お話にありましたように、やはり、桑井市長、1期目、2期目と、この沖縄市を守る、そして、市民を守るために走り抜いてまいりました。で、今回この選挙を迎えるにあたって、躍動する沖縄市を作る市民の会、躍動っていうその言葉が私ぴったりだというふうに今回思っております。そして皆さん、この躍動する沖縄市作れるのは桑井市長しかいないじゃないですか。この間の出馬会見の時にもですね、やりたいこといっぱいまだまだあるんだというふうに市長力強くおっしゃっておりますし、横で聞いていて、この意気込みがですね、もう伝わってくる、ひしひしと伝わってくる、その思いが本当に全体にこの選挙を勝とうと私も感じているところです。
ということで確認をいたしました。絶対に勝たせるというこの思い、みんな一緒に勝たないようにしていきたいと思っております。今、ウクライナのロシアの侵略というニュースもありましてですね、我々、国民、市民、みんなから関心があるのはこれ、安全保障だというふうに考えています。で、安全保障、何もこれ、軍事とか、国同士の何かとかっていうことだけではなくて、やはりコロナ禍、もう我々ですね、やはり生活の安全保障、そして経済のこの安全保障というところ、一番我々、関心があるんだというふうに思っております。そして、やはり、そういった中で、政治がですね、力を発揮していく場面だというふうに、今こそそういう場面だと思っておりますけれども、やはりですね、この区割市長、市長としてだけではなく、これまでの政治経験、これをですね、もう一気に集約させて、で、この次の4年、しっかりと区割市長であれば、この市民を守りつつ、前に進めていくことができるというふうに思っております。沖縄県全体の経済も上げていかなければなりません。先ほどから申し上げております、子どもの貧困もありますし、本当に生まれるのは赤ちゃんから、おじいちゃん、おばあちゃんまでもが安心して暮らせる、こういったところを作っていける、これが区割市長市長なんだということを、改めてですね、皆さんとこの思いを一つにして、またこの場がお城になりますので、ここを拠点にして、皆さん、来る4月の、書いてあります、24日投票日、もう告示は17、もうあと1ヶ月でございます。ちょっと皆さんの、この振り絞る、この力を、この度の統一地方の選挙に与えていただきまして、我々の当選を勝ち取るまではありませんが、よろしくお願いします。はい、今お聞きいただいたのが、島地愛子先生の応援演説でありました。すみません、またちょっとの一部音声が乱れまして大変失礼いたしました。で、桑江幸男市長 の決意表明演説、まあ、それから島地愛子衆議院議員 の応援演説なんですけども、まあ、これ2人の演説聞いてみて、まあ、どんな感想を持たれました？うん、聞かましい。まあ、やあまりなんかパッとしたイメージなかったんですけど、結構アリーナもできたりとか、図書館が上等にな、図書館がもうものすごく綺麗になってるってことに驚きましたね。まあ、それさっき自分が言ったところ、いろんな他の市町村の図書館も行ったりしてるんで、してたんですよ。結構昔ね。で、今はちょっと時間なくてあんま行けてないかなと思うんですけど。久々に、行ったんですよね。で、なんか、図書館って言ったら、なんか、結構本がある、まあもちろんなんですけど、まあ、普通の図書館かなと思ったんですけど、うん、行ってみたらもう、おしゃれな空間に生まれ変わってたっていうのが、すごい、カルチャーショックというか、衝撃というか、そういうふうに思ったのを覚えてますね。はい。まあ、沖縄市の図書館も移転して、まあ、綺麗になっただけでなくて、まあ、駐車場もですね、拡張されて、非常に通いやすくなったのかなというふうに思いますけども、しかし、HK さんが図書館に頻繁に行っていたとは、私、ちょっと意外でしたので、どんな本を読んでたのか気になるんですけど。どんな本？いろいろ読んでましたし。そのいろいろな内容をちょっと、まあ教えてほしいんですけども。はい。まあちょっとそれはさておきまして、まああと私が島地愛子衆議院議員の演説を聞いて思ったのは、安全保障とは何もまあ軍事的なものではなくて、生活安全保障。これが重要だというお話、非常に印象的でした。まあ安全保障と言いますと、特にあちら系はですね、
まあ、すぐに拒否反応を示すんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、それだったらそういうふうになってしまいますと、じゃあ、まあ、生活安全保障、まあ、例えば今沖縄県内ガソリンの値段非常に高くなっているんですけども、まあ、そのガソリンの値段についてですね、まあ、ガソリンのが高くなっていることによって、まあ、困っている市民の方に、まあ、どう救済の手を差し伸べていくか、まあ、これも生活の安全保障じゃないかなというふうに思うんですけども、はい、安全保障という言葉でもう拒否反応を示して、まあ、議論もしないということになりますとですね、まあ、こういった私たちのですね、生活に、まあ、直結するあるいは身近なことについてもですね、まあ、なかなかちょっと議論しにくくなるのではないかなというふうに思いました。まあもちろん安全保障といったの軍事面っていうのもあるんですけども、生活面の安全保障、まあ、これもですね、まあ、私まあ、地域の、まあ、市町村の重要な役目ではないかなというふうに思います。まあ、軍事的な安全保障はですね、まあ、国政の仕事ではあるんですけども、いや地方自治体の仕事というのは、まあ、市民の身近なですね、市民の身近な問題の解決、まあ、これがですね、各市町村の、まあ、市議会ですとか町議会、村議会の役目ではないかなというふうに思います。そうですね、この間ついこの間沖縄警察署でなんか若い人たちがもう暴動を起こしたってのもちょっと気がかりになりましたね。はい、まあ、あの件はい、ちょっと続報っていうのが入ってきてないんですけども、まあ、負傷した高校生、その後どうなったのかっていうことですとか、はい、まあ、続報入ってきてないですね。まあ、その高校生の母親はちょっとそっとしておいてほしいというふうに言っていたんですけども、はい、これ、まあ、こういったことが再発しないようにするためにもどうするようにしていくべきか、まあ、沖縄市だけではなくて、沖縄市が、近隣の市町村、あるいは沖縄県と国と連携して、進めていかなければならない問題じゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、国や県との連携といいますと、まあ、小林市長、まあ、これに長けているところがあると思うんですよね。と言いますのも、小林市長のお話の中でありました、沖縄アリーナの建設、まあ、これ沖縄アリーナの建設は当初の予定よりも早めて前倒しして、まあ、沖縄アリーナのオープンにこぎつけたという、まあ、そういったところがあるんですけども、まあ、これができるにはやはり国との連携、これがしっかりしていないといけないと思うんですよね。うん、全くその通りですね。で、じゃあ国との連携、あちら系の政治家にはそれができているかと言いますと、あちら系の、まあ、特に玉城県知事がそうなんですけども、やることといったら、国に対して、まあ、裁判、まあ、辺野古の埋め立てをめぐって、もう何回も負ける裁判をですね、やって、県民の税金を、まあ、土分に捨てているという、うん、まあ、そういった程度しかできないのかなというふうに思います。で、あとこの、事務所開き、沖縄市のですね、市議会議員の方もお目になっておりました。約20名の方のですね、20名くらいの市議会議員の方が、まあ、今回、桑井市長を支えるということで、応援に駆けつけておりました。まあ、演説したのはその代表の一人の方だったんですけども、まあ、その駆けつけた市議会議員の中にはですね、まあ、私が応援しております、まあ、町田祐介市議会議員ですとか、あと、あの方も来ておりましたね。以前、まあ、私が、チャンネル桜の沖縄支局の番組で、エイサー商品券、沖縄市が発行したエイサー商品券について、ちょっと問題点をしてきたところ、この、チャンネル桜の番組につきまして、もうちょっとリサーチしてほしいな、なと、ツイッターで、つぶやいた議員も来てましたね。で、そのツイートなんですけども、その番組、私とですね、まあ、イハキャスターで出ていたんですけども、私とイハキャスターが映っている画面のですね、キャプチャーを貼って、動画の URL 貼ってなかったんですよ。これだと、じゃあ、まあ、実際その、沖縄の声の番組の内容が、まあ、正確だったのかどうかって、これ、ツイート見ただけでは判断できないじゃないですか。まあ、そうですね。で、まあ、市民に対しまして、まあ、そういったふうに情報を適切に判断する、まあ、そうそう与えないという、まあ、これって市議会議員としてどうかなというふうに思いますし、あと、まあ、そのツイートなんですけど、私のツイッターのツイートですね、リツイートして、なぜかそれを、まあ、リツイートしたのはいいんですけども、まあ、何分か経った後に削除するということを3回ぐらい繰り返していたんですけども、ちょっと謎な方ですね。うん、あとは自分の奥さんになんか、スーパーで菊の花を買ってこれプレゼントしたりですとか、
ちょっとこれはどうかなというふうに思いますね。うん、で、その市議会議員の方、まあ、私の顔を、まあ、チャンネル作家では顔出ししてますので、まあ、顔を知ってると思うんですけども、なぜか私の前を通るときにはですね、そそくさと逃げるような、まあ、そういった歩き方にも見えたのは気のせいかなというふうに思うんですけども、まあ、こういった一幕もありました。で、この、まあ、桑石太千代市長の、まあ、事務所開き、あの、沖縄県内のメディアも取材に訪れておりました。まあ、沖縄西の方もですね、記者の方も取材に訪れておりまして、まあ、沖縄タイムズと琉球新報の記者の方、来ていたんですけども、私、この沖縄タイムズの記者の方のですね、取材の仕方、まあ、非常に好感を持ってましたね。うん、沖縄タイムズからはの女性記者が来ていたんですけども、あの、まあ、通路を歩くときにはです、通路を歩、浅瀬のときにですね、あの、まあ、通路を歩いてでないと、いいアングルの写真が撮れないっていうことあるじゃないですか。はい、で、その時には、まあ、きちんと、まあ、その記者があの前を通ることでですね、まあ、聴衆の方が、演説の方、してる方が見えなくなってしまうことがないようですね、もうしっかりしゃがんで移動していまして、まあ、メモを取る時もですね、もう終始周りに気を使いながら、まあ、ちょっとの自分がですね、立ってしまうと、まあ、聴衆の方が、前で演説したい方の姿が見えなくなってしまうなということがあればですね、もうしっかりしゃがんで、メモを取っていたという。本当にこれ、この事務所開き約1時間行われたんですけども、1時間ずっと、まあ、そういったふうにですね、もう本当に聴衆の方に気を使いながら取材していたんですよね。ほうほうほう。で、この事務所開きが終わった時にですね、まあ、ちょうどその沖縄タイムズの女性記者、私の前を通りかかったので、まあ、私がその女性記者に対しまして、取材中お気遣いありがとうございますというふうに私が言いましたところ、まあ、その女性の記者は満面の笑みを浮かべてですね、こちらこそありがとうございますというふうな感じでおっしゃっていたんですよね。ほうほう。まあこの番組ではですね、まあ、沖縄西の記事の内容ですとか、まあ、取材姿勢についてかなり辛口なコメントをすることもあるんですけども、やっぱり良いところは良いというふうに言うことも大事ではないかなというふうに思うんですよね。まあ、組織に属しているかといってですね、まあ、その組織の方を、まあ、ジップをひたからぎに悪く言うのではなくて、まあ、こういった良心的な方がいればですね、まあ、その良かった点を褒めるという、まあ、これも大事なメディア、放送として大事だなというふうに思いますし、はいはい、そして何よりも、この沖縄タイムズ紙がですね、まあ、そういった良心的な女性記者をもっともっと育ててもらいたいなというふうに思いますよね。はい。で、今回その女性記者が取材した記事ですね、翌日の沖縄タイムズの紙面に載っていたんですけども、まあ、ちょっと記事の中身がですね、記事の内容が記事のですね、大きさが小さかったのかなという、その女性記者が一生懸命取材していた割にはですね、スペース、割いたスペース、紙面割いたスペースが小さいのかなっていうふうに思いました。うん、まあ、せっかくまあ、気遣いしながら写真を撮っていたので、まあ、写真は載っていたんですけども、まあ、ちょっと記事の内容が、中身が、扱いが小さすぎたのかなというふうに思いますと、うん、やはりまだまだちょっと沖縄西はですね、本当に良心的な記者を育てようという、まあ、そういった気概がですね、まあ、ちょっと欠けているのかなというふうにも思ってしまいました、ね。新聞は、まあ、新聞社って、まあ、記者がいろいろ取材して書いても、で、結局デスク上の方がの目通ってで加えられることっていうのもあるんですよ。これ、はい、まあ、どの新聞社でも普通にあることなので、やっぱりいろいろ書いたのっていうのが表現変えられたりとか、まあ、直されたりとか、カットされたりとか、そういうことってあったのかなっていうふうにやっぱり思いますね。あ、それもありますね。はい。まあ、だからこそそのデスクの方ですとか編集部の方はですね、本当に良心的な記者が書いた記事をですね、大きく掲載してほしいなというふうに思いますし、はい、あと報道姿勢が良い記者もしっかりと育ててもらいたいなというふうに思います、はい、で、ちなみに沖縄タイムズ以外のもう一の方の記者もですね、一応この記者はですね、男性記者だったんですけども、男性記者はしゃがみながら歩いていた時もあればですね、まあ、立ったまま歩いているというしゃがまないで歩いているっていうこともありまして、まあ、私、そのせいでですね、前で喋っている方の姿が見えなかったっていうこともありました。うん、まあ、この件を通じてですね、まあ、ちょっと沖縄西の報道姿勢に違いが出たのかなという、まあ、そういった印象もあります。なるほど。
まあ、この沖縄維新につきましては、正そう正そうというふうに叫んでいた方がいらっしゃったんですけども、ただ、悪い点ばっかりをですね、追求して、追求するだけでは、正すことはできない。いいことはいい、ダメなことはダメ。はっきり言って、良心的な主体をした、記者には、まあ、しっかりと褒めるという、そういったことも大事ではないかなというふうに思いますよね。是は是、非は非ってことですね。そうですね。はい、まあ、この番組をですね、今後、まあ、是は是、非は非ということでですね、まあ、いろんな話題を取り上げていきたいなというふうに思います。それでは、まあ、久々に、最後の締めの一言お願いします。最後の一言ですか。まあ、沖縄市長選も、まあ、これから盛り上がっていくところなんですけれども、しっかりとね、市民の方々がいろいろ情報を集めて、判断されていけばいいのかなと思いますし、その市民に対して情報を提供するメディアもしっかり、公平公正な立場で報道とかをやっていただければなと思います。我々もちょっと公正公平にやっていきたいなと思います。以上です、はい、まあ嫌われるんじゃないかというふうに恐れ恐れ話していたっていうのがちょっと分かりやすかったのかなというふうに思います。では本日の番組これでお開きになります。来週も木曜日の、まあ、22時お耳にかかりましょう。それでは皆様ごきげんよう。